から、その俺が提供されて、今また充実した形であれしておりますけども、多分、現在は、作品ができたという、何本か入れるあのシステムになっているかと思いますけども、そのように結局あの作品がですね、日本では、小さい男の子はよくご存知だったと思う。昔の男の子です。おもちゃ屋さん行きますと、小さい子、紙、あの新聞紙の袋にフィルムの断片が見て、あ、アラカンがつって、大用語にしてた。ああいう形で終わった後みんな切っちゃいましてね、そういう形でフィルムを処分してた。まあそういうことがあって、日本の古い映画は、非常に残っている数が少ない、他のところに比べてね、フランスであるとかアメリカであるというのはそういう点で非常に、貴重に提言に残っているわけです。まあそういうものでこういうものを見る機会というのは非常に少なくなっています。ちょっとこれも消します。なぜこういう面倒くさいことをやっているかということを一応お断りしておかないというのはですね、これ著作権の問題がございまして、あの別に編集してですね、それをあの上映する。今あの、私はようやりませんけど、吉田さんあたりコンピューター得意ですから、その映像をですね、スリーピーに撮って、それであのあれしてやれるんですけども、こういう場所でですね、本当はこういう形でやっても実は問題になる。そのぐらいですね、非常に、面倒くさいことになっているんですね。というのはですね、著作権、一番最初タイトルに出てきましたね、法律で禁止されている。私あの、こういうことをずっと今、先ほど申しましたように、月に何回かやっているということを申し上げましたけども、そういうことで、実は私ではございませんけど、同じグループにいる方がですね、著作権協会に、問い合わせをいたします。ただその映画を上映するのにお金を取らないで、それで取ったとしても、こうやって皆さんがお飲みになるお茶程度、それで、やればあのまあいいでしょう。暗黙の業界のもとに。ただしソフトは買ったものを上映してください。要するにダビングしたり何かということがやっぱり あれですから、私はですから全部購入してる、そういう意味で、ここら辺のところはですね、編集してあれするっていうのはもうそれなりにもう問題がありますので、こういう断片的なあのご覧の入れ方しかできない。まあそういうところをですね、気遣いながらこんなお話をさせていただいて、まあですから、これで、あの後ろに池が回るということは、こういうふうに思っておりますけれども、まあ、少なくともあのこういうことでですね、次々と映画が、作られてきました。先ほども申しました、日本ではこのマダムと女房が一番最初の、作品であるということです。陶器さん。すいません。あのご専門家がいらっしゃるんですが、しかもオールと断片的な陶器というのはその前にもあったりで、まあ、物を喋るということで、します。それから、私は非常にやっぱり一番見たのはアメリカ映画です。というのは、終電になってどうと